どうも、なおっちです。寝起きなんでちょっと声がね、変かもしれませんが、マインクラフトのその18続きの方やっていきたいと思います。ですね、この実況前回、かなりだいぶ心が折れまして、コメントではストックが結構あるんじゃないかっていうのを言われていたんですが、マイクラ自体をするのが多分1ヶ月以上立ってんのかな。だいぶ久しぶりで、いつもね、フリーの音源をね、交互のパートにやってるんですが、今回は、タオルケットをまた続けてというような BGM になっているんですけども、音楽をそろそろ変えたいなと思って、さっき自分のね、家にある、気に入った好きなゲームの、サントラ CD とか、あとはアニメのサントラかを書き漁って、とりあえずね、全部 iTunes に取り込んで、そこの中から良さげなのいくつかあったけど、どうしようかなって迷ってるんで、結構ね、コアな音楽がね、多くてね、音楽で多分作品わかる人いたらすごいわ。うん、その俺が選んだ曲がね、分かった人いたらすごいなって思うんだけど、まあ多分今回も連続で2パート3パート撮るから、その後のパートでね、あたりから流すと思うんですけども、ぜひね、作品が分かったらコメントもらえると嬉しいです。面白いっていうのは何だろう。とりあえず、前回9月、今11月は2ヶ月以上やってないよ。遊ぶ、アイテムが全部なくなってやられちまったんで、夕方？マジで？朝方？どっちこれ？日が沈んでる。オッケーオッケー。寝る。夜になるから寝る。とりあえずアイテムは全くありませんので、木を何本か取ったりして、で、石とあれで鉄を作って、あれだね。あとは農作物も取ったりしないと。よいしょ。で、それがある程度済んだら、あれしようと思ってるんだよね。なんだっけ。またちょっと近くの、この島から見える範囲内の、島に行って、サトウキビを、一応今植えてはあるけど、それがね、育つのなんて待ってられないんで、それを回収して地図を作っていきたいなと思っております。木が今2個足りない、全然足りない。まあ、木に関してはね、いくらあってもいいものだと個人的に思っているので、よいしょ。まあ、これくらい削ぎ落とせばいいかな。えい。申し訳ない。今くしゃみをしてしまった。はい。木を埋めて。よいしょ。よいしょ。よいしょ。木を取るのが遅いっていうのがね、結構めんどくさいよね。よいしょ。こんなのカットしろよって思うかもしんないけど、ある意味ね、リスタートみたいな感じだと思うんで、今回は全部物も失って、でね、たまには初心に帰ってもいいんじゃないかという、まあずっと初心者なんだけど。よいしょ。えい。家も建て直さなきゃな。よし。棒はこのくらいでいいか。とりあえず。こうだっけ？あれ？棒だけじゃなんか作れなかったっけ？
あれ、冒頭原木とかで作るんだっけ？久しぶりだからレシピを忘れちゃってると。これオール？木のシャベル、シャベルじゃないもんな、作りたいの。あ、これで剣か。そっかそっか。なんとなく思い出してきた。つるはし。で、とりあえず石のつるはしを作っちゃおうかな。今は防具がないからさ、敵ともなるべく戦いたくないんだよね。よいしょ。走れ走れ。村人いんの？いるよね。静か。お？お、声か。いますよーって返事か。今の。お、育ってるじゃないか。やったぜ。どこから岩を持っていこうかと思ったけど、岩なんてここに腐るほどあるしな。入り口付近のいくつか削っていこう。よしよし。岩岩。これなんだ？石力ガンでいいのかな？久しぶりだな、この洞窟も。なんか2ヶ月、1ヶ月半ぐらいやってないってなるとね。まあ、こっちなんだけど、まあいいか。とりあえず、岩を手に入れたから、岩のツルハシを作って、で、剣も一応作って、あと、じゃがいも。あ、まだ育ってないの、今やっちまったな。またベイクドポテトにはね、お世話になるんで。よいしょ。お、なんだ今。ないない、これなんで、なんで植えられないよってこと、ここ。なんで、なんで芋が飛び出んの。ね、仲悪いのこの芋。何、飛び出る芋ってそんなのあんの。まああるんだな、今あったし。さてと、芋が9個か。まあ9個あればね、ある程度やっていけるね。なんか F ゴーストを変わるよっつってたんだよね。これか、それが。なるほど。あれみたいな感じか。これだとどっちかっていうと、モンハンとかそういう感じだよね。なるほどね。モンハン視点か、これは。いいね。この見た目も変え、おーおー、顔が。変えられるらしいからね。そのうち変えたいとは思うけど。よし、よしよし。結構雰囲気変わるね。お、違う。捨てちまった。木の棒。ツルハシ。で、どうだったっけ、剣。こんな感じじゃなかったっけ。あ、これだ。
ね、これでこうして、よし、木炭がちょうどある。じゃあじゃがいも、これで大丈夫。食料も多少は大丈夫だから。ん？これこんなに育ってた？育つの早すぎじゃない？そんな超スピードで成長するもんな？これはさっき植えたけどさ、船俺前回ここら辺にのリストでなかったっけ？やられたんだっけ？またないや、いいや、また作ればいいや。ないなら作ればいいさ。これだとあれだね、確かにあの周りの敵に反応しやすいね。顔がさ、あの定期的に中に入ってくるのの内側が見えちゃうのはね、ちょっとツボっていうか、鉄を取りに行こう。でもなんか洞窟だといつもの視点でいい。で、まずいですよこれは。いつもの視点、いつもの視点じゃない。これはよし、なんかこのゲージに合わせて振るとあの威力が上がるって書いてあったんだけど、どういうタイミングなんだ今。戦闘中一回なったけどさ、それは成功したじゃん。どっちだったっけ。あ、鉄だ。まあいいんだ俺。まだいんのゾンビ。俺の見知らぬ間に湧いてきたのか。 あそこにも鉄がある。これ上の部分か。そうかそうか、こっちだね。久しぶりだったからちょっと不安だったけど、いや違えな、こっちじゃねえな。まあでもこっちもいいんだけど、あるし。よいしょよいしょ。いやー、最初あんなに鉄探すのに苦労してたのにね、今となってはこうやってだいたいこの中を探せばどっかしらにあるという。嬉しいね、あんだけ苦労したのにね。よし、石炭も持っていこう。これで、鉄11個、11個あれば、多分あれはできるでしょう。防具分は。よいしょ。よいしょ。あ、これは木のツルハシ取っちゃおう。ちょっと遅いかもしんないけど。鉄のツルハシもったいない。よし。よし。こんなもんだろう。逆流して、逆流？水に逆らって戻らなきゃ。よいしょよいしょ。また制圧しなきゃいけないってことだもんな、ゾンビが湧いてるっていうのは。まあ最初に比べてね、確実にゾンビの湧く頻度は落ちてるんだろうけど、それがゼロになってるわけじゃないってことだもんね。多分こっちとかにいいんじゃないの？いなそうか。まあ今行く必要はないもんな。よいしょ。よいしょ。
じゃあ髪を作るか。前のサトウキビだいぶ育ってたもんな。夜かやだな。いるんだよなゾンビ。おお、いる。この視点だと臨場感あるな。豚ちゃん助けて。助けてくれないのかい。食べちゃうよ。よいしょ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 。よし、あーよかった。おはよう。いやー、いい朝だね。ベイクドポテト。そしたらあれだ、鉄を作る。でベイクドポテト、違う、食べる。よし、開けて、うっ嘘じゃん嘘じゃん嘘じゃん。なんでエンダーマンがいんの。なんでいんの。湧いた今の夜に。いや、なんもないパートかなって思ったけど、勝てないでしょう。どこ行った。ワープしたの。まあここ幸いリスポーン地点だからさ、あれなんだけど、こっちこんなのあったっけ。ゾンビいるね。あれワープしたのか。でもこの周辺にいるの。あんま詳しいことはわかんないんだけどさ、あれエンダーマンだよね確かね。違ったっけ。いやビビったわ。ういえええええ、なになになに、この火これに当たったの。ちょっと俺今かなりあれだよ、あのビビってるよ。え、何今松明食らったの。誰かからスタンド攻撃されたってわけじゃないよね。鉄できたかな。あ、ゾンビだ。閉まらない。なんでなんで。閉まった。いつもの視点に戻すね。これだとどうも直ちでーす。これが直ちだって。よし。これで、こうして。こんな感じなんかできなかったっけ。レギンス。全然鉄足んないんじゃねこれ。そんな気がしてきた。レギンスだけで今の量でしょ。ってことはあと頭とあれが必要だから。靴。で、あと胴体と頭が必要だから全然足んねえ。結構使うっていうかめちゃくちゃ使う。でもこれでだいぶ変わる。よいしょ。石の剣、松明作っとくか。で、目の前の場所行ってみようか。よいしょよいしょよいしょ。こんくらい。よっこらそ。よし。あ、ゾンビギフだ。燃え尽きたか。
ざまあないね。ここに入り口だよと。よいしょ。もうだいぶ洞窟のね、制圧は慣れたよね。いきなりね、レベルが高い場所だったからね。20分ぐらいか、今。よいしょ。どうだろうね、ここは。鉄がまたあると嬉しいんだけど。終わりか。なんだなんだ。期待して損しちゃったな。石炭がちょびっとあるぐらいか。よいしょ。さて、じゃあサトウキビ取りに行こうか。とりあえずダッシュ。よいしょ、よいしょ。一般ピーポー、おはよう。いい朝だね。エメラルドくれんの？石炭くれたら、あげたら。うん、やだ。エメラルドって交換するしかないのかな。多分手に入りそう、自分でも。さてさて、あの長くなってるやつは取っちゃおうか。で、ある程度また埋めて、3つだけ今の大きさで。これ2つだもんな。よいしょ。サトウキビをまた植えておきます。これでいいか。サトウキビいくつで噛みつくねんだろう。ちょっと一旦見るね。あ、一旦見ると同時に、このパート一旦ここまでにしようか。まさかのね、エンダーマンが出てきたっていうのがビビったんだけど、すんげえビビった。何が起こるか本当にわからないというね、改めてマインクラフトの恐ろしさであり、こう、楽しさをね、味わえたパートかなと思います。というわけで、次回紙を作って地図をね、なんとかやっていきたいと思います。というわけで、今回ここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。